おはようございます。ジャイロ意見のそんまりでございます。本日は福島区イオン野田阪神付近さんでお散歩させていただきます。パチッそして僕が狙う台はそうです、新エヴァンゲリオン。僕一回転も回してないです。そうです、無回転です。僕がここで掲げるテーマは無回転の価値はあるのかどうなのか分かりませんが、エヴァシリーズが出て1ヶ月打たない時が来るなんて思ってもいませんでした。歴代全部打ってるので速攻1ヶ月も経ったことは今までないですね。エヴァがエヴァを食うと皆様ワイ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 なっておりますが、果たしてそれはどうなのか、本当に面白いのか。僕エヴァ15嫌いやったけど新エヴァなら仲直りできるのか、そういうところを見ていきたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いします。それでは君たちのフライト、僕の実践を、あ、それ。なんとびっくり、ここのエリアは優しい方が集う素晴らしいエリアなんですよ。ちょっと用事があるんですけど、ソマリさん打ちますかって言ってくれて、新エヴァ譲ってくれました。で、331回転から打ち出します。スペック紹介をしていきたいと思います。大当たり確率 319.7 分の1、ラッシュ得点率が 63%、 そのうちの 1% が直で10ラウンドですね。前回は10ラウンド 3% ありました。 2% 下がっております。でもそんな気にしないじゃないですか皆様。で、残りのラッシュ突入が 63% ですが、通常が時短100回つくので、トータル突入率は 73% となっております。163回転の ST で 99.5 分の1を差し続ければ終わらないという夢のような台となっております。トータル継続率は 81% となっております。それでは行ってきます。で、オープニングでもお話した通り、本当に打ったことないの。15僕嫌いやったのに新エヴァを好きって言えるのかって。でもね、ほんとね、動画でも見て満足してしまってるんですよ、打たなかった理由としては。で、自前に勝手に情報が入ってくる。で、ジャイロさんのも見てしまう。打った気になって打たなくなる。よくないですよね、よくないですよね。本当に君はエヴァ15より面白いのか、それを問いただすために打っていきます。え、東海で来んの？初予告です。こんな急に鳥肌やばい。ここまでモシャモシャってなってる脳みそ。わあ、やばい。この鳥肌な、え、弱くない？大丈夫ですか？左にキャラがいればいいですね。2号機ちゃん大丈夫それ？うわ、俺クソ弱いと思う。バトルいない、いないってことはあれでしょ、 CG じゃないんでしょ。もうえって、あ、じゃあ、いなければ CG が、これは CG ですね。で、こっからどうなるか。出てきた、共闘になりましたね。アスカとマネちゃんの共闘です。うわー、骸骨剣士が襲ってきました。で、シングル6点敗当たると思います。俺当たらんと。で、テロップカットインが前回より信頼度アップしてるそうなので、ここが赤であればよかったけど、カットインは押し忘れた。初めてやが許してな。どこやった？当たった、ごめんなさい、当たった、ごめんなさい、当たった、ごめんなさい、当たりました。そのままぶっ刺しました。また4桁の話したらぶっ刺すんですよ。ぶっ刺してくれるんですよ。1万1000円、大当たり。ありがとうございます。ああ、よかった、よかった。ここから、格変か、格変じゃないか。ここの法則も一緒なんかな。え、最初ライン取ると、とりあえず見ていきますね。6やん。今までの法則なら。でも今までの法則を変えて、喜びを分かち合おう、私と。ショートが取りちゃん。からの、ロング、お下げ髪の、アスカちゃん。お下げ髪はランバか。失礼しました。俺マリでやりたい、初回は初めてフルカスタム
163回転で 99.5 分の1を差し続ければ終わらないという夢のような台です。継続率は 81% です。まあ、フル活なんでね、マリちゃん、とりあえずなってくれよって感じですよね。初右打ちです。で、ラッシュ突入率が最近やばい。エヴァちゃん、お前って言ったかな、お前さん即落ちやめてない。これカスタム入ってんか、元からフルカスになってるからな。結局お前大丈夫、昨日即落ちした記憶が蘇ってくるんですけど大丈夫ですか。あかんわ、待って、これあかん。あ、俺マリにしたミスったかも。よっしゃ、初 ST 即落ちはほんまにやめてな。ちょっと待って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 、いきます。ちょっと待って、これさカスタム抜くわ。ボタンカスタムとかももうしない。なんかフルカスなんだもの、マリちゃん。あ、ちょっと待って、俺ほんまにマリちゃん嫌いになるかも、このまま終わったら。早いな、なんもないし。うわ、 99.5 0.01 でこんな変わる前作と。あれ、サイレントギジみたいなのしてる。うわ、テンパイせえへんやろうな。で、外れてからの疑似とかもございましたよね。お、テンパった、そのまま絶対外れるやん。あ、絶対外れるやんの風が今僕の手に当たって風出たのかと思ったら違いました。一瞬だけ風って思いましたけど、やばい、ここまで精神を研ぎ澄まされるのこのエヴァって。で、ボタンもデフォ以外なら前よりも確率上がってるらしいです。もうデフォなんで当たらないですね。押させてくれよ、かわいそう。あ、昨日も見たで、このシーン、この顎長人造人間。そう、即落ち。よっしゃ、来た、よかった、これは行ったよ、これはさすがに行った、よかった。ほら、もうすごいカットインじゃん、後方守備。あらららららら、ら、カオル先生、渚先生、赤かな、ありがとうございます。はあ、気持ちいい、やばい、あったもおかしない、これ最高ですね。新エヴァンゲリオン15を超えましたね。エヴァがエヴァを食べました。派遣確定です。わあ、いいですね、いい下半身だ、これならもう安心、カオルくんが出てるもんだもん。だってありがとう、出てなくても安心ですよね、出てなくても安心、マリちゃんやから出たけどみたいなね。うわあ、ユニコーンも出てきた。なにこのアクエリオンっぽいな。な、どうするどうするどうする。じゃ次はアスチーでいきます。アスチーで、アスチーで行かせていただきます。どうぞよろしくお願いします。よくないわほんまに。この新エヴァンゲリオン、アスカさんの ST ダメですねっていう認定しました。僕アスカさん二度と選びません。赤マジで何もけえへんわ。残り20回やけど大丈夫。一応起きた、一応が起きた。青でも当たるっていうところをお見せしたいんです。僕はエヴァンゲリオンさん、またお前かい、またお前かい、テンパイもせえへん感じやん。青あかん、そのまま。うわー、ギジネッ、やったやん、僕見たで、ね、リライルさんの後ろで。あかんわ、ほんまに引き弱いわ僕。うわー、最後に来てくれたよ、カズ2、1。アップね、ラストできた。ラスト1回転で緑ホルイでバイブしてるの当たりましたね、重ねてるんで。お前 ST 中のバイブ外れんよな、こんなところで。これで外れたら俺も買え。あ、これ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 、それ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 、僕が待ってたのこれなんですよ。ジャイロさんの動画で見てたのこれなんですよ。ジャイロさんの後ろで見てたのこれなんです。あらららららら、ご迷惑します、皆様すいません。福島区イオン野田阪神付近様の皆様、本当に申し訳ございません。あららららららら、ら、嬉しい。あかん、あすかちゃんごめんね、文句ばっかり言って。もうね、この年になるとね、全部文句になっちゃうんだ。パチンコ送ったらすごい文句を言う性格になっちゃうんだ。ありがとう、最高、やばい、大好き、新エヴァ大好きです。10を超えました。ちょっと待って待って待って、待って、おきどき、ほほ、まあ、さっき2連で終わりかけましたからね。
で最後も1回転まで僕は諦めずに入れる、あーお1回転入れれました。ゲーム性のカスタマイズをリセットしました。やってなんでジャイロギー券のそんまりです。在4時ですね。でもずっと人変わってません。で後ろがリゼロシーズン2ですね。でエヴァも満席で、アスエの方向15も新エヴァ15満席です。でずっとシードも満席なんですよね。ユニコーンも永遠もカラクリもコードギアスですらずっと売ってます。で、これは防強性ですね。防強性もずっと打たれており、スマパチ、 SAO、 ケージもずっと満席なんですよ。でアマデジにもやっぱね、いつも当たりあるんですよ。海のコースです。あーもうずっとですね、もうずっとぎっしりなんですよ。こちらもぎっしり、こちら2階にも安心安全の空間がございますので、皆様1階でちょっと疲れたなって思ったら2階も覗いてみてください。朝から抽選定代じゃお客様がずっと粘られている状況で、素晴らしい状況ですので、皆様気になった方はぜひとも一度お越しください。すいません、ほんまに面白くないわ。4枚目あ、これノーマルなんで関係ないです。絶対行きません。おもんないわ。はいはい。嘘でしょ。すいませんすいませんすいません、申し訳ございません。すいません、文句言いました。すいませんでした。行きました、ごめんなさい。あのね、ちょっと気分転換でピッてノーマルに書いたんですよ。でまだシンプルに戻そうと思ったら来ましたね。しかも4でしょ。これ当たってるわ、経験上。しかも今2000入れたんですよ。さっき入れとこ、あ、見えません？画面。ごめんなさいね。当たるのにね。で、これタイトル赤もあります。もうチャンスアップ1個あったらもう激強え。激激強強です。で、今なんで分かる入れねんて。入れとかな不安やん。で、ここが少なかったら外れそうやし。出たー！ぬらりけんど、ぬらりと起きました。で、初の13号機ですね。今何回転？ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。僕消えるね。はい、消えます。294回転です。294回転。はい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 。どういうこと？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 どういうことですが、4500円ということをしてません。え、ガブレきたんやけど。どん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 、え、今ブルったで、当たったやん。え、これ先ブルあんの、プレミア。え、震える前にここ引っかかったんですけど、やばい。僕が初めて見つけたかもしれない。何を、ありがとう。どうする、超期以外。あ、まあ初号機はな、そらボタン出してるわ、あかんわ。あー辛いな。4は飛び越えろ。さすがに3回連続はなかったですね。で、ここでル、あ、真ん中なんや。しかもルフランが聞こえたらいいから、別に何も気にしない。チャンス、レバーブル。え、エアーカスタム入ってるやん。俺けえへんかったぞさっき。エアー、うっそ、なんか来た。ヤマト作戦来ました、初めて。俺外しとったやん今。え、違う、これシンプルやんな。え、ちょっと待って、エアーカスタム入ったってことは今鳴ってないっす。ってことは、ちょっと待って、プチュン来たで。これストーリーいくんじゃないみたいなことを言うのが信頼度読み上げライダーさんで、こういう人たちがもてはやされてたのが10年前とか十数年前か。すいません、これやったわ、こっちでしたね。やっぱりなんだっけ、カシウスのやりやったっけ。いっぱいなんねんな、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 いっぱいなんだ、分かってんねんけど、俺今びっくりしたのがエアー入ったんすよ。ってことはエアーないと当たってないですよね。エアー来てないんすよ。新世紀おた出して、いや、これブルテン、ブルルーンか、当たってるんだけど、あ、ちょっと待って、下かんだ、あ、ちょっと待って、
え、これ酒ぶるしたいんだけど。え、すんの？いや、したあかんよな、当たってる時しか。当たりました、引き戻しました、天才がいますここに。でも僕はまだ褒めないです、褒めれないっす。引き戻しはくれましたけど、それって俺の引きやし、君が頑張ったわけじゃないから、俺が頑張っただけやから、俺まだ褒めないっす、まだ褒めません。渚さんでいきます。シンジは一生選びません。カオル君見えへんのか。まあ仕方ないか。シンジ君信用できない、アッスー信用できない、レイレイも信用できない、あとはカオル君だけ。え、どうやったら連チャンするかがほんまにちょっと、え、おもろいこれ。びっくりするぐらいクソ大やと思うんですけど僕。これ本当に正直に逆張りとかじゃなくて、前回のが面白くない？緑保留は入賞したけど、50回で、あ、そうでした。あまちーカオル君、あ、すごいよとした。でもね、僕この9位はいらないじゃない。これ底当たりですね、ドーンですよね。この縦カット、あ、底当たりじゃない、あの縦カットインは超あちちです。まあカオル君寝てるんで関係ないですけど、カオル君寝てない場合で言うと、もう突発行きました、すいませんでした。あれノーマルでやってもたとえ勝手にだけでも押し切れるっていうぐらい熱いらしいですよ。僕はカオル君出ましたけど当たったんですけど、なんかあのカオル君を見て確定音で心がスッキリするかって言われたらしないな。なんなんやろこの違いは。現在16時なんですよね、まあ、16時付近と言いましょうか、17時と言いましょうか。6、7時間打ってもうほとんど文句しか出てないと思うんですよ。でも3連速落ち今単発から入って、まあ、文句ばかりは仕方ないと思ってください、許してください。面白いと本当に心の底から思い、うわこれすごいわって、15明日への方向を超えたねって、エヴァはエヴァ子食うってほんまやったねって心の底から正直言えないです。誰かが1万円くれるんやと言います、これは面白いぞ。あらら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 、あらららら、あ、目が寄っちゃう、目が寄っちゃう、目が寄っちゃう。いや、これマジいらん、この確定音。心得た？お相撲さん？いや、両手でいいかな、なんで片方で、うわぁ。すごい気持ちいいですよ、今のところね。俺分かった理由、答えが出た。エヴァっぽくない、だからエヴァと思わずに打てばなんかこうまだ違う風になるかも。てかあれですわ、僕エヴァ15明日への方向もそうでしたけど、あ、これエヴァと思うから腹立つんやって、エヴァじゃない台と思って別の台と思ったら腹立ってへんわって思ったのを思い出した、2年前に。なんかシンジ、アスカ、まあ、例えばシンジでノーマルで打ってる場合、すっげえねストレスたまる、やっぱりそれは15と変わらず。他のやつもカオル君マリ以外だとこれ即当たりですね、ドーンだよな。ノーマルだったらドーンといってる可能性もあったんやろうけど、あの点滅ホールがマジで腹立つな。うわー、カオル君や、えぐ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 ー、あの点滅ホールがマジで腹立つな。僕今からもうあれと思わないっす、もうエヴァと思わず打ちます。何やろ、まだ慣れてないんかな。今で5連やろ。あ、なんやねそのちょっいやちょっとね、ドク変動したやん、はっと思って、あ、ちょっとなんか長かったじゃないですか、変動開始まではっと思ったら、あららが来ました、あらら告知が来ましたね、あら、あ、これ外れてのね救済見たかったのにな。キリさん見して自分で見たい動画じゃなくて、わお、ここで光る時もあるんですね。これもうざいんよなみたいなことを言うのが信頼度読み上げライターさんで、いや当たってない、当たってない、当たってないよな、当たってない、当たってない、うん、ここで終わるでしょ、テンパイして終わるでしょ
すいませんでした。カスタム切ったか、あ、そうか、ごめんなさい。そうだね、サード行ったらその確定が2で止まるわな。今まで外れたやつも申し訳ございませんでした。これでも俺プラスっすけど、それでもあかんわ。外れた後にネクスト救済がある分、何回かね期待しちゃうんすよ。それが何個も163回転の中であるから疲れちゃうのかな。でそのまま落ちたらより負荷がかかる。ダメだよね、ダメだよねって言いながらその後の展開。あー、これ熱いよ、熱い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 。面白い。いや、そりゃそうですよ。だって今何年、これ8年目でしょ。うん、面白くなってきたよね。まだ面白いっていうのは早いかな。まだそんなんで俺面白いって思わせるようではちょっと甘いっすよ。面白い。いや、マリオな、マリオとカオルしか信用できん。もう、ね、多少熱いの来ても、あーもう殺すんやったら殺してくれって、先に殺してくれって、もう早めに殴られるの嫌いなんで。まあお前が落ちたらそのまま覚えとけよって感じですけどね。やられるだけで終わらんだー言うて。これマリちゃん、そう、マリにしててこういうので当たったらめっちゃおもろいですけど、わざわざこれして、あ、すいませんでした。こんな引っ張んの、こんな引っ張んのプレミア。今触った瞬間にシグルグルおめでとうって。お持ち、すいませんでした皆様。この6時間7時間ただ僕が連チャンしてなかっただけです。よっしゃ、申し訳ございませんでした。大変面白いございます。え、なんやねん、なんやねん。マリかわいい、夜とか激しそうだし、マリ大好き。やべ、来ると思った。頼む、あと1回、もう行こう、もう決めよう、もういい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 い、もう中身重ねていいから、トマト終わる、もう行こう。かーん、外れた。あー、タイトルも全然ダメですね。それでも最後の最後まで希望があるなら僕は信じる。え、マジ。いや、ほんま、ほらなー、やる気なくなる。ワンチュー、ワンチュー、復活、カオル君もターン。今こうやった瞬間にカオル君もターンですよ。面白い。復活の仕方がひっそりでおしゃれ。結局出た何でもおもろい。これだって P 五木ひろしでもおもろいですからね。五木ひろしが走ってて数字揃って1500発もらえるなんておもろい言うてますもん。たまに出てくる風なんなん、あ、違うわ、横地ドドアなんですよ。神台新エヴァこちらですよ、皆様集合してください。今空いてませんけどね。あ、調子あったな。うら、今 見ました、おかしかったもん。こんな幸せな連打ないわ。ありがとう。なに、初めて見た。なんかエッチな感じなかった、発射まで。いけ、ほら、あーん、テンパイでした。大丈夫、あー、エッチな音聞こえてる。めっちゃ好きです。やっぱおもろいっすね。うわ、そこでもなんでそんなことすんの、どうする気や。あ、ビースなるんか。え、めっちゃ可愛いな、マリちゃんって。娘できたら名前マリにしよう。悪魔のマーにリカノリ。射精セックスラウンドですね。生まれました、僕のマリちゃん、ようこそ吉岡家。よっしゃ、残り30回転。
エヴァ15やったら腕組みからの発射。オッケー、頼む。うわーやべ、うわーちょっと待って、マジで終わる。いや勝ってるって言ってもまだ欲しいよ俺は。2万バツいきたい。強欲に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 、2024年強欲、うーわ強欲にいった、こんなんだ、どうだどうなるのこれ、当たんの、ドキ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 、どうすんのしんちゃん。うわーエロい服、クッソエロいやん。水玉のおダムド、ありがとう。うわえぐ、そんな急に来んのはえぐいわ。心得てます。うわーすごいキュンキュンキュンになって、ありがとう。いったしょうもないリーチから、よほんまに来た、初めて見た。ちょっと待って、なんか何だよ、たっ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 たた、当たっとるやから、当たっとるから、でも一応連打しとくわ当たってるけど一応連打しとくわ。うわもう最高やん、これは音いらんな、でもこのキュ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 いらんな、インフラでよかったんじゃないかな。うっしゃー、これはいったね、久しぶりに見たな。でもいや青でもいけるよさすがに。ほらやっぱりや、青でも行きますわ。3まで行く、あーかかくそ、水玉見たかったんすよ俺。うわちょっと今のロングヘンド癖になってきた俺、最初あれにめっちゃ腹だったんすけど、歌が分からんな。エヴァンゲリオンはジャイロ技研、エヴァとシード強すぎるでしょ。あ、15じゃないですよ、新エヴァとシード、みんなが来い。よし、いつもと目が違うかった。ほら風吹いてたもんだって面白い。電池を駐車場に忘れてました。そして結構この子は休まったと思うので、それではやっていきます。うわこれで落ちた、最悪やな、なんでこんな時に電池がなくなるんだーと思ったけど、行ってくれ。オッケー、もう完璧だったね。やっぱね休ませなダメなんですねあでも恋に休ませたわけじゃないから、泣き坂おるくんを出すためだけにね休ませたんですから。見て、大当たりでございます、最高の台です。新エヴァ、それは派遣ですよね。正直エヴァ以外打ちたくないですね。でもエヴァ15の199は、失敗じゃないかなと思いましたけど、ね、あれを突破型にしちゃったら、もう突破型にしちゃうとやっぱきついっすよ。通常100回転で199はしんどいよ。でもやっぱ僕たちはニューギンさんの009はめちゃくちゃ鍛えられてるんで、009はまず単発やろ、これ直当たりやろ、ドーンってくれますよ。面白いダイヤ新エヴァ、おもろ19連射、次何目指すね、そらマリ昇天でしょ。ちょほんま20連射頼む、ほんまにここまで来たら、ここまで来たら20連勝し、お願いしますあ、いやあれこれザンホじゃないの、あザンホにおったけど告知せえへんかったんや、てか回したらなんかおったかもしれないですね。病気やった、うわこんな金もあるんや。前回の火事のテロップ金外すとか、ほんまにもう一生作らないでください、ああいうのは本当にお願いします、心に来るんで。マリをこれ今後今分析していきます。ここから当たりましたね、素晴らしいね。あ押された、勝手に俺押そうと思ったら、あめちゃくちゃええの見れてますよ皆様、すっごいいいの見れてますよ。上これロンギヌスのグリグリのとこかな、オーバーラッピングのための、何か読まれへん、米になってもらうわや。すいません、今シンクロしましたマリちゃんと、通常があって引き戻して今があるんや、おめでとうみんな、ありがとう。さあみんなで一緒にドーンですよ、綺麗な
3万発、黄金の3万発。うわー、きた、やっぱ BGM 変えていかなあかんわ。やっぱそうやんな、変えた瞬間これやもんな。なんやこれ、なんやこれ、なんやこれ、初めて見た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 。うわー、大ヤマトや、大ヤマト。それは無理やね。赤でテンパイしてきたらもうそのまま当たっちゃうんじゃないかな。全部外れてるの偶数、7点やけど。直当たりですわ、ありがとう。こんなもん外れたらびっくりすんで、ありがとう。うわ、いったよ。えぐいわこのインパクト、えぐ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 。ほぼチェホンです。あ、チェホンおったね今。あー気持ちいい。なあそのロングよ。中で呼んでたもん今、サイレントキッチンのようになっておりました。アーカーボーター当たった。緑でも関係ない。今まで保留変化は外してないけど、まさか当たるか。さすがにそうやんな。失礼しました。入り弱い、レバーもない。ではもうさすがにしんどいなと思って赤ホール来たんですけど、え、これ直撃いく？まあいかんやろ、まあ、これいかずに赤で当たりますよね。えぐいってこれ、えぐえぐすぎで、残り80になりますよね。で、何をするか分かりますか？カスタムを二重にするんですよ。フルカスで、右もフルカスで、これが合わさった時に真ん中のロゴが上に上がってきて当たりです。ほらね、こういうことなんですよ。当たるでしょ、ドーンでしょ。ああ面白で、真ん中ですよね。天使の輪っかついてるってすっげえ違和感じゃない。うわー、28日目、28日後っていうゾンビ映画ありましたよね。28週後とか。次、ザンホにはいないです。いやー、あと2回やって。はい、お疲れ様でした。本日は福島区イオン野田阪神付近様で新エヴァンゲリオンを打たせていただき、まあ、結果の方が投資7500発、回収が27250発プラス19750発となりました。エヴァがエヴァを食うっていう理由も分かりましたけど、どっちが面白いのそんまりって言われたら、どっちも面白くないです。いや本当に2日連続エヴァンゲリオン様でもありがとうございます。それでも好きにならないで多分相当なんですよ。だって今まですごいやられてるから。次打つかって言われたらまだちょっと分かりません。だって最後に1000ハマったんだもの。だからこれがパチンコってやつ、わかる？あの流れで瞬発の動きがないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。これ負けてるな。で、今つながりつかんでるでしょ。手も立ちしないよ。これ来たから。